ビーナスとアドニスは、イタリアの後期マニエリスムの画家パオロベロネーゼが1580年代、初頭に制作した絵画である。現在は、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。元の絵は18世紀に上演で50センチメートル拡大された。この追加された部分は1988年の修復で削除されたため、作品は元の水平形式に復元された。 大作品、ケパロストプロクリス、ストラスブール美術館への主題は、ローマの詩人オイディウスによる物語詩である、変身物語から取られている。ビーナスの膝の上で眠っている狩猟者のアドニスを描いている。ビーナスの前には、サイトハウンド剣を持った息子のキューピッドがいる。ビーナスが、アドニスが狩りの間に死ぬだろうと予測したので、キューピッドは、 犬の狩りの欲求を失わせようとしているところを描かれている。背景には鮮やかな青い空と鮮やかな緑の風景がある。本作はベロネーゼがローマで一定期間過ごした後に制作された。画家は画長と共にいる少年のヘレニズム期の彫刻に基づいてキューピッドを描いているが、アドニスの方はサンジョバン・ニン・ラテラの大聖堂のアーチバジギカにある。 ローマ時代の石棺状のエンディメオンのイラストをよりどころにしているのかもしれない。同じ時期にベロネーゼによって制作されたこの絵の大作品はケパロスとプロクリスである。変身物語からの別の悲劇的なカップルを描いており、現在ストラスブール美術館にある。大作品のケパロスとプロクリスはディエゴベラスケスがベネツィアで購入した1641年から 少なくとも1809年までスペイン王室のコレクションに所蔵されていた。この作品はジョゼフ・ボナパルトがスペインを短期間統治した際に王室コレクションから奪った絵画の一つであった。ナポレオンの死後数回売却され、1912年にベルリンのウィルヘルム・フォンボーデによってストラスブール美術館のために最終的に購入された。 ビーナスとアドニスも1641年にその大作品と一緒に購入された可能性がある。いずれにせよ、それは少なくとも1666年までにマドリードの王宮のミッドデー・ニャラリーにあるスペイン王室のコレクションに含まれていた。王宮が1734年に全焼した後、1772年から1818 18年の間に、 マドリードの信号級の様々な部屋にあったと記録されている。その後、ほとんどのコレクションとともにプラド美術館に移された。プラド美術館には、キィツヤーノのビーナスとアドニス、アンニーバレカラッチのビーナス、アドニス、キューピッドもある。ありがとうございます。